平成29年8月19日、阿蘇市内の巻の商店街を歩行者天国にして、阿蘇市民復興祭りが行われ、大勢の人出で賑わいました。阿蘇市民復興祭りは、阿蘇市や市商工会などで組織した大阿蘇火の山祭り実行委員会が、昨年4月に発生した熊本地震で阿蘇市も被害を受けたために、負けないぞ阿蘇を合言葉に昨年から実施しているものです。おととしまでは阿蘇体育館駐車場一帯で祭りを行っていましたが、熊本地震で体育館の敷地内に仮設住宅が建設され、昨年から規模を縮小して商店街に移し、商店街600メートルを歩行者天国にして行っています。祭りでは市内の企業や市商工会員など47店舗が76の販売ブースに食べ物や飲み物を出展したほか、ヤギや犬など小動物と触れ合える移動動物園もあり、子どもたちは馬に乗ったり犬を触ったりしていました。また佐藤市長も駆けつけ、おなじみの歌で歓迎し、阿蘇の夏を楽しんでくださいと挨拶しました。さらに広場には特設のプロレスリングが設けられ、復興応援イベントとして九州プロレスによるタッグマッチなどがあり、迫力ある技が繰り出されるたびに大きな歓声が上がっていました。祭りの最後にはフィナーレとして2000発の花火が阿蘇市の夜空を彩りました。